街並みを少し背伸びして歩いてみる。優しい風吹き抜けてく。当たり前のように毎日を二人で過ごしてきたけれど、私だけがまだ子供みたいで夢見てた。憧れてた。続けた。近すぎて気づけなかった。同じ気持ちでいたこと。走り出して加速してゆく頃が止まらない。もう止まれない。全てさらけ出すよ。まだ押し足りないのですか？運転前にも散々押されたではありませんか。練習と本番はまるっきり別タイ。確かに練習と本番はまるで別物ですね。同じように走ったつもりでも再現できませんでしたか。せっかく録画までしたのにな。とにもかくにも精査しよう。流入問題を解決すれば観光列車は実現できん。難しいな。形のないものを追うというのは雲をつかむような話とはよく言ったものだ。ともかく今日話し合ったことを整理しよう。やはりここか。しかしヒントくらいは見つけられるかもしれん。これで見れればいいのだが。ああ、よかった。ちゃんと映っているな。はい。これで録画してあるから、カメラいじらないでね。わかったわい。いじらんばい。つかみちゃん、くれぐれもお願いね。はい。わかりました。です。なら、また後で。なぎちゃん。こうやって引っ掛けて引っ張り合って勝負したとよ。本当にやったんだ。それでどっちが勝ったの？スパゲッティバイ。じいちゃんはしょんぼりとうどんすすっとったバイ。なぎちゃんのお家って面白いね。かみちゃん？なんでもないよ。なんでも。なぎちゃん。
くてまともに着とれんまい。深見ちゃんもまくったらよかったよ。うん。やだ、なぎちゃんってばくすぐったいよ。お腹は弱かと？なんなら、おでこばい。涼しい。川よりずーっと暑かけんね。無理したらいけんよ。うん。窓を開けんと？助演版たら言うのがまだでも、少しだったら開けて平気って八六言うとったばい。でも、開けたら条件が変わっちゃうから。条件？条件が変わっちゃったら、最初の時どうやって煙が入ってきたかわからなくなっちゃうから。あー、深見ちゃんよーく考えとるな。ドギャンしてそこまで頑張ると？ドギャンしてって…はぁ…深見ちゃん？暑かと？まだ仰ぎ足りなかと？ホップ…違うよ、なぎちゃん。その…考えすぎちゃって、熱くなったの。考えすぎって？だから、その…頑張る理由、つまり、うちのためとかもあるし。熊川下りの？そう。だって、ソーテスさんたちが失敗したら、工場が来て、熊川の水汚されちゃうし。わあ。それに、うまくいって観光客さんが増えたら、熊川下りのお客さんも絶対に増えるはずだし。それはまあ、わからんでもなかけど。待って、それならもっと先に頑張るところあるばい。神ちゃんだって、わかっとるでしょ？船頭さんたちに帰ってきてもらうように頑張らんと。神ちゃん、ちょっと無理しすぎやけん。え、別に無理なんて。しとるもん。学園の先生も心配しとるし。期末、深見ちゃんにしては成績悪かったでしょ。あれは、ちょっと、うっかりミスとか。やっけん、疲れとるいうことでしょ。深見ちゃんがうっかりミスばしよるとか。八六とポーレットとに相談しよう。そうだ、どうしてこんな単純なことに気がつかなかったのだ。今度は僕がナギと深見を手助けするのだ。だから、迷惑でなければさせてもらいたいのだ。兄さん、ドギャン風の吹き回しと？ああ、僕は、というか僕らは、だな。深見とナギに甘えていたことに気がついたのだ。つまりは謝礼だ。もらった善意と労力を、僕なりの善意と労力を持って返したいのだ。本当に手伝ってもらえるならすごく助かるし嬉しいんですけど。でも、なんでいきなり甘えてたとかいう話になっと？
動画を見たのだ。煙問題について何か気づけるかと思い、そうしたら二人の会話で、あのカメラ、あの見たです、そのカメラ、その、ああ見たぞ、客車に据え付けておいたやつを。ああ、なら兄さんにお腹見られたとね。お腹？お腹が見えると何かあるのか？何かあるのは兄さんの方ばい。可愛かったと、ドキドキしたと。なぎちゃん。うん。可愛くあったな。暑さにバテる子犬のようで。が、ドキドキはしなかったな。ドギャンして。ドギャンもコギャンも、逆になぜドキドキするのか教えてくれんか。む、そんな深見ちゃんが可愛いからに決まっとるばい。ちょ、なぎちゃん、深見ちゃんみたく可愛い過去のアギャン姿ば見たらドキドキするのが当たり前だい。そういうものか。そういうもんばい。そぎゃんかこつもわからんやったら、兄さんまだまだ未熟ばい。未熟。もう、なぎちゃん。わっ、なんで、深見ちゃん。お、は、なし。ね、元に戻そう。ソーデスさんがお手伝いしてくれるかどうかに。そうだったばい。それじゃ、兄さんはあの動画で熊川下りが救急なのを知りよった。うん。ので、船頭さんを再雇用するまでの間、僕にできることがあれば手伝いたいと考えたのだ。お手伝いとか本当にいいんですか？っていうか、だって時間を作っても体力とか。おいおい、僕とて体力的には一人前の男性だぞ。力になれるさ。二人にそうしてもらった分、僕にも力にならせてもらえれば光栄だ。わかりました、そういうことなら。救命胴衣か。はい、まずは落ちるところから始めてみてください。落ちるところとは？それで大丈夫そうだって思ったらお手伝いぜひぜひお願いしちゃいます。ドア。うひゃ、力抜いててくださいね。おお、浮いてきよったばい。ばあ、そのまま浮いててくださいね。今転覆直しちゃいますから。うん。なんと船の床板というのは剥がせるのか。練習用の何にもつけてない船ですから、簡単に水をかき出せるようにしてあるんです。なるほどな。はい、これで船に戻って大丈夫ですよ。ああ、うっと。兄さん手貸すばい。すまんな。体力を使うものなのだな。川に落ちるということは、よどみでもそれですから。急流だともっとどうしようもないですよ。うん、だろうな。ですから落ちた時にはそのままで浮いてください。流されるままなら引っかかる場所はわかりますから。わかった、
心にしかと刻もう。兄さんの場合はあれの下探しゃ一発ばい。だね。すまんな、迷惑をかけた。訓練を再開してくれ。わかりました。じゃあ最初から教えた通りにやってみてくださいね。凪様がフォローするばい。大船に乗ったつもりでやってみるばい。うん。こっちは見てますから気にしないでどんどん漕いでみてください。わかった。切っちゃダメばい。練るようにして動かすばい。切らずに練るだな。切らずに練る。わあわあ、いい感じばい。ほんと上手ですよ、ソーテスさん。ん、と。と、お。ろを離して、しゃがんじゃってください。の。なんだ、今のは。深見ちゃんの水泡は魔法ばい。船ばトーンってつくだけで言うこと聞きよと。魔法か、まさしくそんな感じだな。普通ですよ、普通。水泡はそういうものなんです。使い慣れるのちょっと時間かかりますけどね。炉よりもずっと難しいのかって言われてます。炉は3日、貝は三月で、さおみとせとか。なんだ、炉は随分と扱いが簡単なものなのだな。あ、いい感じ。そういう風に力まないでいるともっといいです。うん、力まずにだな。あ、また力入っちゃった。ああ。兄さん、ロコギは剣術修行ばい。そぎゃんと考えたらうまいこと力抜けるばい。おう。これでは安定するはずもない。あ、いいですよ。姿勢すごく良くなったです。助言のおかげだ。力でどうこうしようなどとは思うのが間違いなのだな。川に対して僕一人が何をしようとも。と、おっと。はあ、調子に乗って気合乱すからわい。で、どうですか、ソーテスさん。ん？なあ。どうとは何かだ。あの、お手伝い、大丈夫そうですか。大丈夫か、この程度なら何ほどでもない。大丈夫だ。もとより苦労は覚悟できたのだしな。それなら私、ソーテスさんに川下り
お手伝いしてほしいです。ありがたい。これからよろしく頼む。はい。おお。なんとも見事な。おカッパオカミの攻撃バイ。兄さん、ここは手を組むバイ。カッパじゃないもん。ちょ、待て。待ちませんよ。なあ、何を。ソーテスさんは川の怖さを分かってません。分かってないから動きが思い切り良すぎちゃう。な、だから怖さが分かるまで少し川遊びに付き合ってください。いや、さすがに遊んでる暇などは。兄さん、これも修行ばい。修行、つまりは訓練か。そうですね。私を捕まえたら合格ってことで、早く捕まえれば時間の節約にもなりますよ。ならば。くそ、この救命胴衣が。脱いじゃダメ。条件を同じにするために私も来ますね。ナギ、手伝え。待てって言われて待つようなバカおらんばい。あ、もう。だろうな。でもですね、そういう風に甘く見ちゃうと。な、抜けたぞ。うわっ、これで救命胴衣の大切さが分かりましたか。うん、分かった。十分に。なら今度はちゃんと私にもつけさせてくださいね。救命胴衣は抵抗でもある。深みを船に近づけず、休ませず持久戦へと持ち込もう。了解ばい。いい作戦ばい。深見ちゃんは泥試合とかすかんけんね。よし、捕まえた。兄さん、お手柄ばい。これで上がれるばい。ヘトヘトばい。だな。ごちそうというほどの金額でもない。迷惑でなければ飲んでくれ。迷惑だなんて。いただきます。いただきます。うまかー。腹わたにしみたい。うん、本当だ。自覚していたよりもさらに冷えてしまっていたようだな。ソーテスさん、流れに逆らっちゃってるからですよ。それで体力余分に使って冷えちゃったんです。そうだったか。そのまま浮くよう心がけたつもりだったのだが。そのまま浮くを、ソーテスさん、その場で浮くって頑張ってますから。ん？
よどみの中にだって流れはあります。だからそのまま浮いてれば流されるんですよ。ああ、ならば僕は無意識にその場にとどまろうとして。はい、流れに逆らって、だから疲れちゃったんですよ。なるほどな。流れに逆らったらいけんばい。疲れた挙句やっぱり流されるだけになるけん。流れに乗るのが流れを制するただ一つの方法。流れと一つになってその勢いを生かすんですよ。うん、確かに淀みの中にあってもこれほど消耗を強いる力だものな。おっと、お腹減るばい。減ったばい。お肉食べたかばい。河原でバーベキューしたかとばい。バーベキューの道具なんて持ってないよ。いや、それはいいのではないか。え、それってだから河原でバーベキューだ。例えば川下りの後のオプションとして。兄さん、ソーテスさん、どうかしましたか。そうだ、それだ、バーベキューだ。バーベキューと流れでいけるかもしれん。な、何がばい。煙だ、煙の問題だ。流れが制御できんものなら制御可能な流れを作りぶつければいい。二人のおかげだ、ありがとう。言うならば、そう、バーベキュー列車。煙で煙を制する列車だ。ご乗車ありがとうございました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 。ん？ありがとうございます。どうぞお気をつけてお帰りください。ありがとうばーい。ありがとうございました。どう？もう終わりばい？うん、全員ご下車くださった。ね、ドギャンして兄さんが切符受け取っとったと？八六は足回りの点検にすっ飛んでいった。それは見とったばい。手ブレーキかかったらすぐ大きい方の体に取り替えとったし。フォーレットもホームの安全確認を終えてすぐ僕に検察を頼んでレールショップに戻ってしまった。レールショップで何かあった？補強だそうだ。レールショップはガラスを多用しているからな。ああ、ガム手でも貼っつけとかね。まあその類の作業だろうとは思うが、力仕事なら僕がやろうかと申し出たのだが、検察の方を任せたいと言って言ってしまったのだ。そりゃそうかい。ん？なぜそりゃそうなのだ？僕が作業
ポーレットが検察の方が適材適所。兄さん、女心分かっとらんね。ネイルショップはポーレットさんの家も同然ばい。だな。家の掃除ば手伝われるのは恥ずかしかとよ。見られたくなかようなもんもいろいろあるけん。ああ、そんなものかもしれんな。ナギほどサバサバした性格でもそんな風なら。ああ、いや、というか大丈夫か。大丈夫って何がばい。美濃笠鍛冶店さんだ。あそこも随分と年季の入った建物だろう。大丈夫ばい。じいちゃんだけじゃなく今は父ちゃんも帰ってきとるけん。ナギのお父様はシステムエンジニアたい。今年中は今治に単身赴任でお仕事ばい。おお、家事とは関係のないお仕事なのか。やろか父ちゃんやけん、荷造り父もきっと持ち上げられんとよ。そうなのか。年季ば言うたら兄さんとこの酒蔵の方がよっぽど古かとばい。右田の蔵も全く心配ない。手入れを欠かさぬし人手も足りて。あ、どうよな、深見は大丈夫だろうか。電話してみるばい。ああ、おばちゃん、なぎばい。深見ちゃんはおっと。宗哲様。あ、大丈夫か。というかすまん、傘の一つも差し掛けてやればよかったか。いえ、お気持ちだけで十分です。雨がっぱさえ役に立たないこの風雨ですので。なあ、言われればだな。それより、深見にだ。この風雨川下り線の方は大丈夫かと。困っとるみたいばい。兄さんも手助けに向かうばい。迎えると。うん、私の方は大丈夫です。この子にも幸いにして異常はございませんでしたので。そうか、ならば後のことを。はい、お任せください。であればすまんがよろしく頼む。ということだ、僕はいつでも。車も出せずに。何を言う、車がないのは関さんたちが今日も補線をしてくれたからじゃないか。この天気の中でよく、むしろお礼を伝えたいのだが、関さんたちはまだ。はい、そのまま向かって、今湯の井の発船所で船を上げてます。ならこっちの船はこの3人で避難させなきゃまずかとね。そうなの、一人じゃどうしようもないから。来てくれてほんと助かったの、ありがとう。何を今さら、水草かよ深見ちゃん。そうだ、僕らは仲間ではないか。はい、ですけどやっぱりありがとうございます。いや、まあともかく動き出そう。これ以上天候が崩れんうちに急いで。ダメです、段取りをしてからじゃないと濁流の音で会話もできなくなっちゃいますから。ああ、了解した。ならば手順を説明してくれ。はい、おじいちゃんたちがいないから重機は使えません。だから船は人力で引き上げます。人力でってそやんことできっと。うん、コロを用意してあるから。コロって何ね、そんキキラがコロ。そうだ、学園で習わなかったか。ピラミッドの石を運ぶのにも使われたものだと。
運びたいものの下側にコロを入れ動かす。後ろのコロが出てきたらまた前に差し込む。なるほど、これなら簡単に運べそうだね。面白そうばい、やってみたかと。大丈夫、嫌になるくらいやれるから。具体的には6層分。階段脇のスロープを使ってあげるのだよな。しかし階段まではどうやって。川の水位が上がってますから、階段の下の方はもう水の中です。そこまで切迫してるのか。ですから私が船に乗って誘導します。そしたらナギちゃんがコロを挟んでソーテスさんが引く。それだと船に乗るまでは川の中を歩くことにならんか。友綱を伝えますから行けます。命綱ももちろんつけますし。危険だ、深みの負担が大きすぎる。友綱で船を引っ張り足場まで運び、そうして僕が下から押し上げてやる方が。それは無理です。なぜ無理なのだ。 100% バランスを崩すからです。流れに足場すくわれば。いや、ナギや深みの体重ならば簡単に流されてしまおうが。体重とかの問題じゃないです。運動神経の問題でもなく、もっと水量の少なか時でも簡単にコロンコロン流されてしまいよるけん。まさかナギがか。そうばい、だけじゃなくて深見ちゃんも深見ちゃんのじいちゃんたちもばい。専門家でもか。水量が極端に減った時には航路を確保するために川の中に入っていって岩を溶ける作業をするんです。だから川の中で作業するとき、体力とか運動神経とかは安全を保証してくれません。命綱がついた状態で逆らわず流されて助けを待てる。それができない人に川の中での力仕事は無理です。了解した。では深見が川でコロへと船を誘導する。ナギがコロを移動させ、僕がゆっくり引き上げていく。はい、それでお願いします。あと簡単な手信号を。よし、いつでも大丈夫だ。なら行きましょう。一にも二にも安全に。危ないと思ったら自分の体を最優先にしてください。合うようにして運んでいこう。これでは地上でも転びかねない。わかったばい。この辺でよかった。だな、あまり水面に近づけすぎるとコロまで飲まれてしまいかね。でいくつ持ってくと？6個。いや、5個でいい。4つで使って、1つが良いだ。わかったばい。これって、よかった。
ひどく変わったい。ああ、乗ったばい。よし、やるぞナギ。わかっとるばい。こりゃきつかばい。無理をするなよ。足を滑らせないようにしろ。うまいぞ。そうだ、その調子。ナギ、コロについてくれ。深見が来る。了解ばい。今ばい。お願いします。よし。そうでした。次、行けますか？無論だ。ナギは？任せろばい。なら、行きます。気をつけろよ。大丈夫だ。大丈夫だ。大丈夫。大丈夫だ。今度は絶対。ああ。生き返る気分とはこのことか。兄さん、兄さん、背中流してあげるばい。ちょ、ナギちゃん、私がするから。そうでした、私の命の恩人なんだから。はしゃがず休め。明日おそらくひどいことになってしまうぞ。はい、お背中流したらのんびりします。兄さん、かっこよかったげん。映画の主役みたいやったぞ。いや、僕など何もしてないさ。深見の命を救ったのは深見自身の準備の良さと経験だ。いいえ、ソーテスさんが引き寄せてくれたから、私今こんなに元気でいられるんです。そうばい。あのままなら体ば冷え切って危ないし、また流木やらぶつかってきよったかもしれんもん。うん、
迷いなくすぐに行動してくれたから、私助けてもらえたんです。そうだい、男の中の男にしかできんことばい。だから私少しでも恩返ししたいんです。兄さん背中流させるばい。わかった、ならばよろしく頼む。頼まれるばい。だからナギちゃん、私の命の恩人だから。こっちにだって親友の命の恩人ばい。ああ、仲良くしてくれ。お前たち二人に争われては僕が辛い。兄さんは、ソーテスさんは、その方がいいですか？二人仲良く一緒の方が。もちろんだと思う。わかりました。ナギちゃんどうしよっか。仲良くばい。そしたら、あ、そうばい、半分こして洗うばい。あ、半分こ。半分こってナギちゃん、どっちの半分がいいの？どっちでもよかとよ、右でん左でん。そうね、半分、うん、右半身と左半身。ん？他にどぎゃん半分があった？ないよ。それじゃ、私、右半分のお背中洗うね。なら左ももらいたい。それじゃ、洗います。ね、洗うばい。ゴシゴシするばい。の、かゆいとことかあったら言ってくださいね。こすってほしいところとか。痛かったら言うばい。特別に緩めてあげるばい。おお、あれ？ん？この汚れ。よいしょ。兄さん、汚れ落ちなかとよ。いくらなんでも汚しすぎばい。仕方なかろう。石炭汚れを落とさぬままに皮の汚れまでつけたのだ。え？あれ？これ汚れじゃないの？あ、ほんとばい。兄さん、肌が、肌荒れしとうと？お？まあ、それか。それは、皮膚の移植の跡だ。過去に、怪我をしたことがあってな。え？怪我って。最高の病院に連れて行ってもらったそうだからな。上手だろう。注意してみれば。ほとんどわからん。うん。おっと。怪我って、こぎゃんと広かと？なあ、鉄道事故でな。死んでもおかしくなかったそうだ。え？鉄道事故ですか？いつのことばい？小さな頃だ。今のナギと深見より、もっと幼かった頃。というわけで僕はミギタの養子となった。そしてお人よにやってきたのだ。ソーテスさんにそんなことが。じゃけん兄さんはあんまり。ん？どうした？聞きたいことがあるなら答えるぞ。兄さんはじゃけんあんまり笑ったり怒ったり泣いたりせんと？ナギちゃん、確かに、泣かんな。
怒ることもまずないか。笑うのはそこそこ笑ってはいると思うが。よし、決めたばい、深見ちゃん。え、ちょ、なぎちゃん。恩返し杯、深見ちゃんと二人で兄さんに泣いたり笑ったり怒ったりさせてあげるばい。はあ、いい、それすごくいい。もちろん、あの、ソーテスさんが迷惑だったり嫌じゃなかったりだったらですけど。嫌でも迷惑でもないぞ、大歓迎だ。はあ、やったばい。泣いたり笑ったり怒ったりか。